食品を選んでいけばいいんですか？まあ、単純な情報はまず疑ってかかる、これがいい、あれがいいという単純な理論法では売れないということは理解していただきたい。その上で、食品安全委員会とか厚労省、農水省、一生懸命今情報提供を出しています、情報を提供していますので、まだちょっとあの分かりにくいかったりするんですけれども、まずはそういう情報をきちっと捉えて、その上で、いろんな情報を見比べながら考えていくということが大事。それともう一つは、何より大事なのはやっぱりバランスの取れた食事をすると。でその上で個々の食品が持っているリスクを分散させると、で全体としてはリスクを低減するということが大事だろうというふうに思います。ありがとうございました。まこです。では震災以降、仮設住宅でボランティア活動を続けてきました。でも気づいたんです、時折やってくるだけでは見えないことがある。始めたのがいるだけ住み込んで住民、野球の魅力はやる人も見る人も精一杯のプレーに心を熱く燃やし笑顔になることです。しかし世界には紛争や災害のためにスポーツを楽しむことができない人も大勢います。笑顔の花を咲かせるために皆さんのご協力をよろしくお願いします。助け合いの受付は12月1日からです。お母さんが芸者になった。八王子発ドラマ東京ウエストサイド物語。アンポンタン、ありがとうございます。好きな気持ちって幽霊を任せられなくなる。好きなだけじゃなれないんだ。なんちゃって。どっちか一緒に八王子を見合いませんかな。 BS プレミアム12月2日夜10時です。火曜日11時15分カリカレー。こんばんは。日本海側で大気の状態が不安定になっています。この時間、北海道から山陰にかけて日本海側では冷たい雨や雪が降り、雨足が強まっているところもあります。北陸にかけて落雷や突風に注意が必要です。北海道では雪が強まるところもあるでしょう。では雨と雪の予想、今夜9時からです。北海道では広く雪、東北から北陸も平年より10日も遅く観測されました。太陽側で見頃のところが多くなっています。